女性用制服読んでみた。カップで利用される方もいます。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今大阪に来てるんですけど、なんと今日は女性用制服読んでみたということで、これから初めて女性用制服を体験してこようと思います。ワクワクドキドキ。皆さんレポートお楽しみ。あ、こんにちは。はじめまして。まこです、よろしくお願いします。めっちゃ荷物あるんですね。そう、だいたいでもこれ標準装備です。え、それはお仕事用のやつってことですか？あ、そうです、そうです。え、あ、そうなんだ。めちゃめちゃ可愛らしい人来た。いやいやいや、ありがとうございます。暑いのに。いやいや、基本的に僕はじゃあ今日押す感じではない。自分で押さなくていいです。わかりました。で、はい、どこに行こうかなって思ったんですけど、なんかあります？行きたいところとか、なければなんかなんとなくふんわりおすすめな感じで行かせてもらうんですけど。あ、そんなのがあるんですか？はい、そんな感じで。じゃあ一回おすすめ。あ、了解です。おすすめで。甘いものとか好きですか？甘いもの、そんなに。あ、そんなにですか？いや、別だ。やったらたこ焼きとかの方もあるんですか？あ、たこ焼きの方が、たこ焼きの方がいい。あ、本当ですか？はい。いいですよ、これなんとなくで。でも、腕大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。鍛えてるんで、バックしてください。70キロぐらい上げてるんで大丈夫です。いや、思った。だから、X 見て、なんか、顔の割にめっちゃ筋肉あるなって思ったんですよね。あ、いけます？はい、いけます。あ、いけるんですね。それはもう趣味で？あ、まあ趣味と血液を兼ねてですね。両方。やっぱ持ち上げたりするから？あ、そうですね。持ち上げ、あと持久力とか、スタミナをつけるために、ね。なるほど。なるほどね。そうなんですよ。あとまあ、単純にちょっとナルシストなところもあるかもしれないですね。ナルシストでマッチョになった方がいい。そうそう、そっちの方がちょっとかっこいいなっていうところで。私持って手つないでもらっていいですか？はいはい、あ、ありわかりました。あ、全然いいですよ。楽なんですよ、この。で、歩いてください、普通に。そうすると。あ、これうまいこと前進む。あ、そうなんです、そうです。なるほど、なるほど。これでいいか。これで、めっちゃ下アングル。あ、いいじゃないですか。もうちょい早く歩いてもらっていいですか？あ、もちろん、もちろん。これぐらいで。はい。あ、なんとなく容量がつかめてきました。でもめっちゃ海外の人多いな。いや、多いっすよ。多い。最近、去年の5月ぐらいからやっぱ急にバッと増えました、ね。で、海外のお客さんもいたりするんですか？僕はね、まだ当たったことないんですけど、来ることもあるみたいですよ。全然。すごい。すごいなんか真面目な子に当たった時があって、その子すごいなんか、英語とかできないんですけど、事前になんかちょっとこう、練習して自己紹介とかそういう。なるほど。そうなんです。それでなんか、向かったって言ってましたね。でもすごいなぁ。じゃあ、撮って。はい。はい。タコ戦ね。ああ、人生初タコ戦ですね。うん、すごい。すごい。てか、めっちゃ画質いい、この、この iPhone の。これ絶対、ボロボロ落ちちゃいそう。いや、気をつけて、上手に食べるもだから醍醐味です。たこ焼きにまで行く気ができない。確かに。一発ではなかなかいける。あるから。お、これはまだせんべいまで。このせんべいはあのコンビニで買って食べることがある。あ、本当ですか？なんかエビみたいなやつです。あ、そうそうそう、ね、エビかみりんせんべいかエビせんべいか、それそれ。たこ焼き伺うんだと思う。マヨネーズとみりんせんべい食べてる。確かに。行くまでも楽しんでもらうっていうことですね。うん、たこ焼きに行くまでも。おいしい。ああ、よかった。マヨネーズ濃いね、ここ。あ、違います？めっちゃマヨネーズなんですよ。なんか僕の中ではスタンダードな感じだったんですけど。あれですね、背景がぼやけるやつですよ、ね。そう。いいやつ。あ、くそ、やばい。やばい。いただきます。あ、めっちゃ。いいよ。かつお節が。いただきます。たこ焼きの PV みたいになってる。うん、うん、これこれ、うん、
大変。なんか閑散としてるところが全然ない。あ、マッスルバーだ。ここにあるんだ、大阪。あ、ここです、ここです。あ、もうここバリやん。あ、です、です。え、そうそう、なんか心斎橋ナンバーって意外とに歩いた。それで大丈夫。大丈夫。はい、ちょっと暑い。青がしても大丈夫。めっちゃかしこまった感じになるね、これやつ。対談っぽくなる。そもそも、はい、女性用性風俗ってめっちゃデブに見える。何してくれるところですか？女性用風俗は、まあ、女性の、まあ、性の悩みとかそういうのに乗りつつ、うん、まあ性感マッサージなので、うん、まあ、気持ちよく当てもらって帰ってもらったりだとか、うん、でも僕らのところはそれ以外にも例えば普通に映画を見たりとか、うん、ご飯でとか、まあ、とりあえず、まあ、セラピストっていう名乗ってるんで、まあ、セラピーをさせてもらって、うん、あ、じゃあ全然そのそういう性のことをしなくても、まあ、今回1時間デートコースしたけどデートコースだけでもいい。オッケーです。英語も一緒に見てくれるんだ。あります、あります。映画は人によっては畑仕事をしたってことも聞いたことない。僕らしいんですけど畑仕事あります。何でもいいよみたいな。何でもいいというか、まあまあそうですね、相談した上で一緒に何かこう癒してできることがあったら何でもいいみたいな。あ、そうです、そうです。へ、一時期話題になってたレンタル何にもしない人って知ってます？あれ逆です、レンタル何でもする人って。なるほどね、うん、っていう感じでいいと思います。じゃあでもどんな人が使ってますね、なんか言える範囲で。ああ、何歳くらいとか。人によってバラバラだと思うんですけども、やっぱりその、うん、このセラピストのキャラによって来やすい人とかあると思うんですけど、うん、僕の場合は本当に20代から60代の方までって感じですね。はい、幅広く。そう、やっぱそういう人たちってでも単純に気持ちよくなりたいなっていう人と、うん、なんかこうちょっとこういう悩みがあってみたいな人もいるんだ。あ、もちろんもう各々それぞれで、うん、カップで利用される方もいます。あ、でもより良くするためにう、そうです、そうです、そう、で教えてあげたりみたいな。そうです。それはすごい、うん、もありますね。でも今まで、まあ、車椅子の人とか障害がある人を担当したことはありますか？それがね、まあ、なかったんですよ。で今回でもだからサブスケットの話したのに。あ、そうで、はい、メッセージをだってシャーさんが送ってなんでちょっと最初はそうですね、僕から。でやっぱ気になったのその障害がある人たちどうしてるんだろうな。そうですね、単純な好奇心のところと、まあ、もし自分のところに、まあ、来た場合そういえばそういうパターンはあるかと思って、うん、気になって、まあ、そういうのもあって、まあ、あのメッセージしたって感じです。確かにね。へ、やっぱりその障害がある女の子たちもだから別に性のことだけじゃなくていいんだったらまだその男性経験がないですよみたいな人も、はいはい、まずデートで男性経験を積むみたいな、あ、もちろんそんな感じなのかなっていうのをやるのはいいなって。あ、めっちゃいいと思います、そういう感じでも。え、なんかもっとホストみたいな感じなのかと思ったの。あ、そ、まあ、確かにそういう人もいますね。でもね。あ、でも人によってってこと。そうですね、その顔出ししてない人もたくさんいるじゃん。あ、そうですね、サイト見ると、はい、なんか怖いっていうか、はいはい、不安を選ぶ方でして、いや、そうですよね、どんな人が来るのかなって。顔大事ですよね。顔出しをしてない理由がなんかあったりするんで、身バレ防止の場合とか、あえて顔出してへん場合とかもあったりするんで、うん、戦略として戦略としてそう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 かそうか、パターンもあるんで。じゃあどんな人に使ってほしいですか？いや、僕に関してはだから僕を通して、例えば車よりも来た時、まあ、こう癒されて帰ってもらった感じなんで、うん、例えば本当に何でもですよね、寂しいなとか、なんかちょっとこうもう足りひん、刺激が足りないとか、うん、そういう足りひん欲とかをちょっと僕で埋めてもらえたなって感じですね。なるほど。はい。特技は何ですか？特技ですか？これどこら辺で、どこらピーどこ…言えないけど。どこら辺で私が編集するしかない。あ、わかります。まあ、絶技ですよね。多分舌大きいです、僕がね。へ、あ、うんうん、大きい大きい。それで多分なんか得意なんだっていうところもありますね。うん、僕の場合はでも意外とデートだけでっていう方もいらっしゃったりするんで、うん、まあ、そういうのとかも、まあ、
僕の強みなのかなと思ったりしますけどね。関西人だからノリいい感はありますね。あ、本当ですか？ありがとうございます。まあ、でも大阪と東京にお店があって、基本的にはだから交通費さえいただければ、もしくは出張っていうパターンもあるんで、うん、東京とかに何日間もともと出張に行くっていうのがあれば、あ、はいはいはい、交通費は少なめで5000円ぐらいで呼んでもらうってこともできますね、大阪から。さやさんがもう東京に行ってた場合ってことですよね。そうです、そうです。じゃあちょうどいいね、流れ、はい、お願いします。わかりました。僕らのお店はカウンセリングシートっていうのが、うん、すごいよね、はい、あるんで、はい、このカウンセリングシートにもその流れが一応書いてるんで、それに沿ってじゃあ。いいです。で、これで本当にこっちするんですもんね。そうです。うん、はい。これは私の編集次第だな。それ。私の悩みがだってさ。確かに、どこら辺までっていうところですね。あの、YouTube でも言葉選んで喋ってましたもんね、自分の。そうね。どこまで。そう、花さんのやつ1本目はダメだったの。収益化ダメで。あ、2本目は OK だったんだけど、何が違う、そんなに言ってないけどなっていう、まあ、でも大丈夫、まあ、ちょっとしたニュアンスのところなんですかね。お願いします。お願いします。はい、あ、じゃあ改めて最初にね、僕いつもさせてもらってるんですけど、何改めて、はい、じゃあ収穫ポットの方に申します。お願いします。お願いします。で、はい、予約の時は渋谷真子さんだったと思うんですけど、はい、なんか呼ばれたい名前とかって真子ちゃんとか呼んでね、下の名前で真子ちゃんで、じゃあいいですか。はい、いいです。で、こういうお店を使うのは初めてですよね。どんどん赤裸々やで。初めてで。で、ここに流れがバーッと書いてるんですけど、はいはい、まず時間が今日は、ホテルに入ってからの時間を90分で、それが90分っていうのが、このカウンセリングから、うん、とこのホテル出るまでが90分。はい、っていう感じで、はい、最初にこういうふうにカウンセリングさせてもらって、うんうん、でお風呂はまあどっちでも選べるんです、2人でも1人でもってやってて、今日はでも別々なんでしたっけ。うん、うん、多分そうですね。まあ、あとででも相談しながらって感じでも、はい、でここはと保留で、まあ、どっちか相談しながらですね、中身だけ見て、うん、そうですね、そうですね。で、その後にマッサージ、ドライっていうのは揉みほぐし、これも結構自信はあります、僕は。普通に肩凝ってる。あ、任せてください。いや、絶対人数倍疲れるっすよね、肩とか絶対ね。猫背になっちゃうし。あ、そうか、うん、それもあるあるなんですか、ね、猫背になっちゃう。あるある。ああ。じゃあ凝ってるのはまあ肩とか背中とかこの辺です。あ、そう、首。首もこの辺、はい、でまとめてこの辺やらせてもらいますね。任せてください。その後にオイルマッサージさせてもらう、はい、オイルなんか今まで染みたりとかちょっとあの V 的に山つけたくなりましたとかあったりします？ないです。あ、これ流れ的に分からへんなとか不安やなってあったりします？大丈夫、大丈夫、うん、照明は、まあ、おすすめは、まあ、もうだいぶ暗めにさせてもらうっていう感じなんですけども、暗めで、はい、すごい細かい。いや、そうなんですよ。すごいね。これはほんまにお店によって全然違います。僕もここは2店舗目なんですけど、1個目のところでは全然こんなんなくって、おのおのに任せるって感じだったんですけど、うん、ここはこうスイートスポットさんを結構しっかりしてます、ね。すごいね。さんとちょっと。この中に、ね、知らないプレーとか、あんまりいらんかなみたいなプレーってあります。これはいらないんじゃないかなって。そうです。あ、おへそから下が今あれでしたっけ、あんまり感覚がでしたっけ。そう、確か溝内からのグラデーション。あ、うん、でもほぼへそ下はない、うん、ほぼだから全然ない、うんうんうん、でも一応なんか揺れてるなって感覚で、ほんのり気持ちなって感覚あるんでしたっけ、確か。そう、なんかだん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 用語が出てくるんですけど、だん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 グラデーションで、みんなに見せてあげたいけどちょっと見せれないな。ちょっとね、見せ多分、ね、全貌だなって。編集の手間が増えるっていう。すごいね。まだこれは一旦目を通してみて、なんか気になるな、うん、ちょっとこれは。男性側に NC はないんだ。僕側はないですね。人によったら、まあ、これは無理って言う人いるんですけど、そう、僕は大丈夫です。はい。ごっこって何？ごっこは例えば、あの、マッサージ屋さんごっことかありますよ。とか、
先生役と生徒役とか。そうですね。呼び名をそうしたりするみたいな。あとか、あとはもうそういう体でやってマッサージしてるだけなんですけど、なんかこうよくあるやつで、痴漢ごっことか先生性的ごっことかなんですけど、ね、人によってはなんか冷たい方とか、あ、そう聞きたかったんだけどさ、はい、女の人が触るのはありなの？ありです。全部？全部ありです。人によってはだから攻め方を教えてほしいって場合とか、まあ、攻めたい人もいたりするんで。でもそれでさ、フィニッシュはしないんでしょ？フィニッシュをする場合もあります。そうなんだ。あります。フィニッシュ、それ別にルール的に悪いわけじゃないんで、そこは大丈夫です。そうです。そうか、そういうの知りたいって女の子はいいんだよね。そうとこうした方がいいよみたいな。そうですね、うん、男性の生の意見をって感じ。なるほどなるほど。そうです。丁寧でとってもいや、もうめっちゃ女の子のためを思ってるんだなって。いや、そうですね、もう寄り添いまくってる感じですね。なんか少しでも希望に沿うというか。そうです ね、拾い切るっていう感じで、うん、すごいすごい。じゃあここまでなんか今のところ不安なこととか、なんか分からんこととかあったりします？ないです。大丈夫ですか？はい。じゃあここからあのお風呂させてもらうんですけども、はい、どうしましょう。一緒に洗わせて、まあサポートできる範囲でサポートさせてもらってっていう思うんですけど一回切るね。もちろんもちろん。ということで、今回初めて女風ですね、女性用性風俗を体験してみました。なんかこれマジでどういう動画になるんだろうな、どう見られるんだろうなっていうのはちょっと正直不安なところはあるんですけど、ただやっぱりやってみて、なんか私が思ってた今までのイメージが少し変わったなっていうふうに思いました。だからやっぱりこう性に対しての悩みとか、まあ、性だけじゃなく男性に対してどう対応したらいいのかな、まだまだこう男性との関係に不慣れだなっていう人たちがこういう女性用性風俗を使うことによって、まあ、女性用性風俗並みにいい男性陣が世の中にたくさんいるとは限らないけど、でも少しもう一歩こう怖いなっていうところから安心してこう男性との関わりが持てるようなきっかけになってくれることが女性用性風俗にはあるのかなとちょっと正直思いました。でやっぱりこう私が障害を負って麻痺してから思ってた悩み、女性の体験はしたことがあったけど、でもそれでもなかなか改善できなかった悩みっていうのを、そういったこう知識がより豊富な人に対して相談できたり、一緒に考えれる時間があるっていうのも結構私にとってすごくいい経験になったなというふうに思います。正直個人的におすすめしたい、やっぱいろんな女性人、別に障害あるなし関係なく女性用性風俗マジで一回使ってみてほしいなって思います。今回車椅子の人というか障害がある人に理解してほしいのが、別にこう専門っていうところではないので、どうしても対応しきれない部分っていうのはあると思います。なかなかそういった知識っていうのも皆さんが持っているわけでもないですし、まあ、今回セナさんは事前に私の動画をこう見てくれたりして、まあ、どうやったらこうサポートできるのかなとか、体の、まあ、形成とかその勝手に動いちゃうこととかっていうのも理解してくれた上でいろいろやってくれましたが、絶対に皆さんを受け入れられるっていうことではまだまだないのかもしれないんですけど、でもまずはその相談、性のことだけではなくて、まあ、一緒にデートコースとしてデートしてお食事とかカフェっていうのは別に車椅子の人もできることだと思うから、そのバリアフリーのお店とかに行って、その普段誰にも話せないような性の相談とか、そういうのを気軽にまずお話ししてみるっていうことから始めてみるのもまた一つこのスイートスポットの使い方にあるのかなと思いました。なかなか結構ハードな動画、ハードな動画っていうか、別にそのプレイの動画を出してるわけじゃないから、
そんなハードなことにはならないと思うんですけど、皆さんの中でいろんな想像をこうもしかしたらするかもしれないんですが、それでもでもこういった職業があって、でそれで女性の心を満たしたり女性の悩みを解決させてくれるようなきっかけ作りがなってるような、そのお仕事をしてる人たちっていうのがいるっていうことを知ってもらって、でなおかつ女性にとってすごい素敵なお仕事だなと個人的には思ったので、本当に皆さんに使ってほしいと思いました。はい。ということで、セナさんは大阪ナンバーワンなので、ぜひ皆さん大阪来た時セナさんをご指名してみてください。はい、ということで、この動画がためになったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。